Hi, I'm Chris from Philippines and welcome to my channel. みなさん、こんにちは。私のチャンネルにようこそ。私はフィリピンのクリスです。Welcome back for another reaction video and for today I am watching IQ rankings by country. This video is from this channel. It was suggested by this viewer. Thank you so much for your suggestion. では早速始めましょう。JNW Japan。 みなさんこんにちは。 JNW へようこそ。 このほどアメリカのある調査会社から2022年度版国別 IQ ランキングが発表されました。 その結果を見てみると、 1位はなんと日本、そして2位は台湾という結果でした。さらに3位はシンガポール、4位は香港で、5位中国、6位韓国と、6位までをアジアの国々が独占しました。今回はこの国別 IQ ランキングに関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、花の心がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。行きましょう。 IQ が高いイコール頭がいい、こんな漠然としたイメージはあるものの、 IQ って何？と聞かれたら答えに困ったりしませんか？ IQ はインテリジェンスクォーシェントのことで、日本では知能指数とも言われます。インテリジェンスは知能、クォーシェントは指数という意味なので、まさにそのまんまですね。要するに IQ とは知能の程度を指す指数、つまり人の知能を数値化して表したものということ。 IQ はもともとフランスの心理学者アルフレッド・ビネによって発案されました。ビネは同僚のセオドア・シモンの援助を得て、ビネ・シモン式知能検査という知能テストを作り上げ、これが今日の知能検査の基礎となっています。その後アメリカの心理学者ルイス・ターマンがビネ・シモン式知能検査を改良し、スタンフォード・ビネ式知能検査を開発します。この検査は標準的な知能検査方法とされていましたが、この方法では年齢が上がるほど正確な値が得られづらくなるという問題点があり、今日では偏差知能指数という検査方法が標準となっています。さて、IQ では100が基準とされており、標準は80から115で全体のおよそ 68% がここに位置し、70から130に 95% が位置すると言われています。さらに細かく分類すると、110から119が平均よりやや、120から129が優秀、130から139が極めて優秀、140からが天才となるそうです。ここで改めて今回アメリカの会社が発表した IQ の国別ランキングとその偏差値指数を10位まで見てみましょう。1位日本 106.48、 2位台湾 106.47、 3位シンガポール 105.89、 4位香港 105.37、 5位中国 104.10、 6位韓国 102.35、 7位ベラルーシ 101.60、8位フィンランド 101.20、 9位リヒテンシュタイン 101.07、 10位ドイツ 100.74。 さて、この結果を目にした外国人たちからさまざまな声が届いています。寄せられたコメントの一部をご紹介します。1位から6位までアジアの国が占めているね。どうしてアジアの国々が上位を独占しているんだろう。教育のシステムがきっちりと確立されて優れている国はやっぱり上位にランクインしてるよね。国内情勢が落ち着いているってことも影響していると思うわ。あー、俺の国の名前がない。おう、我が祖国ベラルーシもランクインしているのか。僕の国はランク外だ。
普段泣かないコアラが泣くよ。やっぱり日本なのか。IQ が高い国で作られた文学やアニメーションはやっぱり素晴らしい作品になるんだな。以前はインドも上位にランクインしてたんだけどな。インド、イスラエル、アメリカが圏外とは。寒い地域は IQ が高いって言われてるね。寒い地域では食料を手に入れることが難しい。はるか昔から知恵を絞らなければならなかったってことさ。やっぱり教育環境が整っている国は IQ が高いし、発展途上にある国は低いってことよね。当然ですが、皆さん自国のランキングが気になるようですね。ランキングでは1位から6位がアジアの国々。しかし、アジアの国々が上位を占めている理由はわからないそうです。アジア各国の社会的な安定、治安の良さとも考えられるそうですが、アジアの国々にも問題や不安はそれなりに存在します。そして、その不安が日本の IQ を高めているという考え方も。IQ は大事件に遭遇した時などに大きく変化することがあると言われているそうです。日本は地震大国。大地震が起きれば大津波も起こります。夏から秋には台風の影響も受けます。日本人は昔から自然の脅威に直面してきました。長い歴史の中で何度も繰り返される自然災害。その災害によって引き起こされる破壊。破壊を目の当たりにした時の絶望と不安。災害に直面するたびに日本人は悩み、考え、そこから解決方法を見つけ出して再生し、復興してきました。このような歴史の中で日本人の IQ は高くなっていったのではないかというのです。それに、日本人は昔から真面目で勤勉、そして知識を吸収しようという意欲も強いという国民性も IQ の高さに影響していると考えられているそうです。ところで寄せられたコメントの中には IQ テストに対して疑問を投げかけるものもありました。IQ テストって人口が少ない国が高いという結果になるんでしょ？全国民をテストすることはできないんだから、この類のランキングは意味ないよね。人口が少なくて小さい国が有利になるテストの結果を見て、一体何になるっていうの？人口が少なく賢い人間が多い国は IQ が高くなるんだろ？頭のいい人間が IQ テストを受けた国は IQ が高くなるんだもんな。この IQ テスト、実は世界共通の方式で行われるものではありません。世界各地で IQ テストを行っているフィンランドの会社は、2022年5月に IQ が高い国のランキングを発表しました。その上位6カ国を見てみると、1位台湾 116.07、 2位日本 112.69、 3位ハンガリー 111.42、 4位韓国 111.36、5位イラン 111.33、 6位香港 111.01。 同じ IQ テストでも先ほどのアメリカの調査会社の結果とは異なります。その理由の一つが、 IQ テストは世界共通ではないということ。 IQ テストには何種類かあるそうで、国によってテスト項目が異なる場合もあります。また台湾が1位でしたが、この IQ テストでは台湾の受験者の数が少なかったので、もともと優秀な人たちだけが受験したと考えられなくはない。台湾の 116.7 という高い結果を何の疑いもなく信用していいものかどうかという声もありました。このように結果に疑念を持たれることもあり、目安とも言われるような IQ テストに意味があるのかと考える外国人もいるのです。コメントの中には、人類で一番 IQ が高い人って誰なんだろうという声もありました。世界で一番 IQ が高いと言われているのは、ウィリアム・ジェームズ・サイディズとも、ジョン・フォン・ノイマンとも言われています。ウィリアム・ジェームズ・サイディズはアメリカの数学者。彼は
親から英才教育を受け、6ヶ月で言葉を覚え、8歳でハーバード大学に合格しますが、幼すぎたため11歳でやっと入学を認められます。いくら親から英才教育を受けても8歳でハーバードに合格するなんてありえない話ですよね。彼の IQ は300ぐらいだったのではないかと言われているそうです。ジョン・フォン・ノイマンもアメリカの数学者。彼は小学生になるまでに高校の数学を完全に理解していたそうです。後にあのアインシュタインが彼のことを世界一の天才と言ったといいます。彼の IQ も300程度あったのではないかということです。 IQ300、 まさに天才。アインシュタイン IQ300 とまではいかなくても、生まれながらにして特別に秀でた能力を持っている人がいます。小さい頃から耳にした音楽をすぐに楽器で再現することができたり、あっという間にプラモデルを組み立てることができたり、このような天賦の才を持って生まれた人をギフテッドと呼びます。これは神様から与えられた才能ということ。ギフテッドは IQ130 以上、人口のおよそ 2% がギフテッドと言われていて、日本にはおよそ250万人いると考えられています。最近日本でも注目されるようになったギフテッド。しかし今まではその神様から与えられた才能を持ちながら、それを開花させる取り組みはあまり行われてきませんでした。大人になってから自分はギフテッドだったんだと気づく人も少なくないそうです。ところで海外から寄せられたコメントには次のようなものもありました。 IQ の高い人って周りの人と話が合わないんじゃないかな。それなりに生きづらいのかもね。俺は IQ が高い人生より友達とバカ騒ぎする人生の方がいいね。 IQ が高い人は平均的に長生きしやすく、高収入で社会的に高い地位につくと言われています。しかしギフテッドと呼ばれるような子供たちはすでに理解済みの学校の授業が退屈、自ら進んで次々と学ぼうとすると先生に嫌な顔をされる、同じ年頃の子供と話が合わない、クラスで浮いてしまう、このような理由で息苦しさを覚え学校に行けなくなってしまったり、自分に合った環境を求めて海外へ飛び出すギフテッドもいるのだそうです。日本で一番 IQ が高いと言われているのは太田美咲さんという男性。太田さんは1994年生まれの男性です。何度かメディアにも取り上げられたことがあるので、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。太田さんの IQ は188。しかし当時の教育には太田さんの才能を開花させる受け皿がありませんでした。16歳の時には全人口の上位 2% の IQ を持つ国際集団メンサの入会テストを受けます。その結果は最年少最高得点で合格というものでした。しかし周りに理解されず孤独を抱えた太田さんが大学に入学し、好きな研究に没頭できるようになるには数年の年月がかかりました。彼らの受け皿を作り、才能を開花させることができる社会になれば、日本の IQ はさらに高くなるのかもしれませんね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Wow, Japan is number one in American ranking and then number two in Finnish ranking. Wow, I think it's not surprising. Japanese people are really smart with high IQ. They're very hardworking people. They're working until evening. I think they sleep a little. They always work, work and work. They're using their brains 24/7. And look at their technology, advanced technology. I think this high IQ has something to do with their ability to hear voices of
insects. I've reacted to that video recently, so if you haven't seen that video, guys, I have the link in the description box. Well, anyway, another interesting video. Thank you guys for watching with me. I'll see you very soon.